YouTube どうも東京ホテイソンのしょう語です。今回はドッキリです。名付けて加藤一美子のエピソードがアニョニャンなんだったらたけるはアニョニャンかと言えるのか。<laughs> 今回は皆さん参加型のドッキリでございます。林元さんから始まった芸能人シリーズの第二弾ということで加藤一美子さんのエピソードですね。僕話します当たるかな。 当たらなないかなどっちかなちょっと皆さん今回勝負ですたけるよりもいいツッコミがいるかどうか非常に私はわくわくしておりますよそれでは皆さん参加だイージージさあ始まりました「東京亭イのオフィシャルチャンネル」よろししくお願いいたしますということで本日は魂の授業シリーズ番外編加藤一二三編でーすいやー と、碑文編でございます。前回のですね、はい、林修列伝がですねはいはい、はい。え、も大好評でして。嘘ですけどね。はい。 嘘、ねあのー、ちょっと盛りすぎてしまった部分がありな、ねね、あな熱帯雨林むだったんですけどもおその林修のことを喋ってほしいんですが今回はあのやっぱりしうこさんって先生のセンスがありますよとあ聞きやすいとちゃんと要点をまとめてくれるからありがたいですってことで、はいはい、いろんなあの芸能界で活躍した人の話を聞きたいですってことで、はい、誰がいいかなと思った時に加藤一二三さんがいいんじゃないかと。なるほど バラエティで、ね、すごくおちゃめなそう、ね、にぎやかなキャラクターですが、はい、その裏にはとてつもない一面があったりとか本当に、あのー、将棋の棋士としてすごい人だったっ、ね、うさらにっていう部分もちょっと今回は、はい、紹介していきたいなと思いますかりましたじゃあ加藤一二三、はい、まず棋士番号64番、ね、あ俺それは正直知らなかった。これすごいのが19世紀20世紀21世紀生まれの棋士と 唯一戦った騎士なんですよほほほほう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 すっごい昔からやってたっていうことですよ。ねねうん、で愛称「ひふみん」で異名ですね「うん、ジムこの方の天才」という何そいまだかつてない天才という,う本当にすごい人だったんですよ。うんうん、最高現役勝利最高年齢勝利、うん、で最高金属年数、うん、最高対局数。 歴代1位ですあーでもなんかすごいタイトルを持ってるっていうのは聞いたことある。で14歳7か月で当時の最年少現役になったプロになったという。これを 藤井聡太が塗り替えたのかそう藤井聡太が塗り替えていった記録っていうのを持ってた人がひふみなんですよ、うんはい、だからもう何十年も塗り替えられなかったのう,そう<ー>すごくないこれがすごいと思う,本当にと思うなんか何か「これでこれでこれでこわったんですよ」のイメージだけどもも、まあ、もちろん本当にすごい人だったんだよってのをまず知ってほしい、うん、はいひふみの由来これね1月1日生まれ紀元2600年ですよ、うん でも3なんだからひふみなんですよああ、なるほどねそうじゃあひふみさんのエピソード過去を知っておくととんでもない過去がありました壮絶な知りたいでしょう。もちろんこんなすごい人の天才の逸話知りたいですよね話していきましょうお願いしますまずですね天才でした天才将棋を始めた理由幼稚園に向かってたらまあ将棋を打っている人がいたんですってで面白そうだなと思って俺もやってみようかなと思って始めたほう で何回かやってるんだけどなんかもういいかなと思って少し打ってやめちゃったの、うん、でもう一回なんかやってみないかって言われてやり始めたのね、うん、でなんかその将棋界みたいなのに入るんだけど、うん、もう1年あるかないかぐらいですよ本当にうん、うん、ババって打っただけでその当時もうなんとなくやってアマチュア初段のレベルがあったの。 とてつもないことななんですよ、ね、才能がえげつなかったわけねこれってやっぱり脳ってさ、うん、やっぱりどうしてもさあるじゃん、うん、差がさ、うん、なんて先も読めるっていうのが、うん、もう小さい頃から備わっていた、うん、まさに天才、うん、ただ天才がゆえにっていうね、うん、天才ってやっぱり常人の。 理解に及ばないというか、とんでもない発想に行ってしまうっていうところがやっぱありますよね。うん、これ、いろんな歴史の人物見てますけど、そうですよ。よやっぱり普通の将棋じゃ物足りなくなってしまうんですよね。これが何<ー>でかって普通にやっても勝てちゃうから。ああ、もう勝つんだろうな。はい、勝ちました。はい、大手です。もうこの繰り返しだった,た。はい。はいはい。 じゃあっていうことであの、ね、棒銀というね、うん、戦法を好むんですよ棒銀、うん、要は銀っていう駒をね、うん、こうどんどんこう上に行って、うん、銀で攻めていくっていう、うん、これも好んでたんですけどもこれはもう棒銀しかしないよってああなるほど棒銀だけでいくよって自分の中で稼をつけちゃうそうそれでも勝っちゃうのよもう分かってない相手はもう皮膚みんは棒銀でくるそれでも止まらないんですよでもそれでも勝っちゃう勝っちゃうこれが将棋か。 日は思うわけですよ何かもっとワクワクうなんかねえか、うん、俺を満たしてくれよってことでおかししな方に行ってします<何>普通にやっても勝って賞金もらって富名声を得て、うん、生涯を追っていくんだな、うん、命ってなんだハラハラスリルこれが欲しいってことで、うん、命を懸けた将棋デスゲームを開催するんですよひふは、うん、負けた方が死ぬ。 うん、勝ったら1億円というルールを対戦相手に貸して大きいクルーザーを借りて集まってくれと、うん、そこに乗って海の上でデスゲーム名を試技を始めるんですね、うん、これが将棋のデスゲームなんですよ試技を始めて対戦相手は勝ったら1億もやるから、うん、やるんですけども、うん、まあ強いから負けてしまうと。うん、でヒュームは負けたら死ぬ っていうね、うん、自分もあるからもうハラハラドキドキこれが将棋だよな、うん、これが俺の作ったデスゲーム試技だよな、うん、いろんな各界から将棋を覚えて挑戦するやつが現れるんです汗が止まらないんですって対戦相手は、うん、汗がポタ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 盤面に垂れるんですよ、うん、盤面に垂れすぎて駒が浮くんですって水でその状態で戦うっていうで その汗が引くでしょ木に吸収されてでも塩分だから生涯の頃じゃんそれのことを塩だらけのやつバがそれぐらいもう対戦相手は「ああ」ってなるっていうそれぐらいのデスゲームを開催してひふみんは「ああああ」と「集まってくれたね」でこんな感じですよでひふみんは「わー」ってやつほんとらしいこれすごくない でひふみんねおっちゃめなのは変わんないのでも、うん、正撃になると可愛い,い場面から急に「大 <laughs> 手だお前の命はここで終わりだ」っていうこの狂気のかわいさから急に戦いにいたと狂気になるってことから、うん、マングースと呼ばれたんですよ別名をママンンーースマングースと呼ばれて恐れられたひふみんは、うん、その黒魔術を覚えて人の魂を抜き取るんですね抜き取って駒に閉じ込めるんです ねはい、普通はさ金とか王じゃん、うん、田中って佐藤高木とかさバーって浮かべる、うん、その駒を持ってジェラジェラって置いて優越感浸たんですよもうそうじゃないと満足しないから人の命を懸けた将棋じゃないと満足しないからちなみに3万人以上の人を駒に閉じ込めたうん、うん、それをコレクションして家に貼って人大手だ人大手 フフフフフてヒロミはものすごい全員を俺はここに閉じ込めて殺してやったんだ <laughs> 俺はいつ死ぬかもわからないぞでも俺はこんなにも人を殺めたんだってとてつもない狂気に満ちてしまった、うん、デスゲームを開催試技を始めたことによってそんな中一人の天才が生まれるんですよ。うん その一人の男がこの腐った将棋界を知ってよくないぞと、うん、将棋をデスゲームに使う人をあやめる道具に使う、うん、これいかにということで一人の男が立ち上がるんですよ俺はお前を倒しに来たぞと、うん、マングースよ倒しに来たぞ本来の名前を捨て俺はここにいるお前を倒すために俺はここに現れたんだということでマングースと対になる存在ハブメ生ジン <laughs> この、ハブ名人っていうのは実は名前違うんですよ。でも、マングースよと聞け。俺はお前を倒しに行ったんだってことを、将棋界にアピールするために、わざとハブという名前をつけて、うん、ヒューメン、お前を倒してやるんだということで、立ち上がったハブ名人。うん、これ試合しました。クルーザーの上で、何万人という人が見る中、命の取り合いのデスゲーム。うん、死ぬか生きるかの将棋。ドローだったんですよ。え その後遺症で羽生名人は怖すぎて手が震えんのここから来てんの,こから来てんの3万人以上を駒に閉じ込めてあやめた一二三こういう一面も持った男が今テレビを席巻したりしてる人にはこういう裏の顔があるよってどうでした おい、加藤一二三じゃなくて武藤四万見か誰ですか誰れが出ました <laughs> 加藤一二三じゃなくて武藤四万見か <laughs> な何の一手を出した今お前は加藤一二三じゃなくて武藤四万見か加藤じゃなくて武藤甘くない <laughs> 物足りないも,うもう本当にそのも<う>もう大変な試合ばかりが好きもう片方じゃないもう無糖なブラックなブラックな<い>試合が好きで「し」が入ってる「まが入って「四万」未「未武藤四万未か野郎 <laughs> ドッキリ大成功とか大失敗とかじゃなくてドッキリ大失敗ですよ。 無藤4万見だろ、これ。お前、最近調子悪いぞ、お前。無藤4万見だろ、これ。なあ。なあ。どうした、お前。これの世界行くんだろ、お前。ひふみでこちとらかけてんだよ。加藤は変わんないだろ。ルール。無糖だろうよ。なんでこれを、加藤の塔を。ブラック、ブラックなことやってんじゃんか。この塔にしちゃうんだよ。これは俺のルールにねえよ。 まあこれ二だよお前将棋でで言ったらお前俺はぶっちゃけ今日レースをしてたダービーオッズをかけてた実は俺は一番人気は加藤893ヤクザっていうのかなと思ったのこれはデスゲームなわけじゃんでデスゲームでなんつった俺何人も駒に閉じ込めて謝めたわけですよね将棋界のやばいやつらをバーって みんなをね、あやめたわけですよ。<や>正解はああ加藤三七五六四で加藤皆殺しですよ。いや、もう無理だって、マジで。これが出ないようじゃん、<や>お前はもう天下取れんぜよ。無理って、無理よ。ということで、皆さんは。あの、あ、もう、むしろ、あの、こ。あの、ここから。全部嘘です。分かってるよ。 奥さんを大事にするめちゃくちゃいい人ですヒフミンさん。当ただろ。それはぜひあの自伝とか見てください。ということで、えー、タケルは成功ならずでした。またやります。あだした。もうやめてくれ。チャンネル登録よろしくね。いいいおいビブラート侍か<や>